俺ら違うんだよ。だからまでやったら OK。 よっしゃー、ありがとうございます。私もどこでも別に大丈夫です。なんと名古屋まで行けることになった。今から大津サービスエリア出発します。はい、ありがとうございます。名古屋方面に乗せていただきました。到着したぜ名古屋。名古屋ちゃうわ、御在所。もう名古屋、三重県ですね。ここは三重県ですね。はい、たちが食べてる。いやもう、はい、何でも食いますもん。はい、すいません、はい、本当にわざわざありがとうございました。頑張ってください。はい、お気をつけて。ありがとうございます。まだ使います。なんとここから富士山まで行ける人を見つけました。めっちゃ嬉しい、奇跡マジで。ご最初から一気に富士山を麓まで。めっちゃ嬉しい。今もう富士山ついた野宿やな今日は。ありがとうございました。でもここって全然違うで。回って1時5分。え、1時5分？もう1時？もう1時。ちょっとここからきつそうやね。あと今静岡サービスエリアに来てます。目的地まではだいたいあと82キロ。元栖湖まで行ったところで今1時やから、で多分何にもないやろし、まあ、だからここでちょっとね休憩してここで寝るなりなんなりしてね。せやな。静岡県の静岡サービスエリアに来てますよっ。じゃじゃーん。この辺でちょっとね車に声かけていって元栖湖目指そうかなっていう。はい、行ってみよう。いや本当ありがとうございます。もうない車移動するから普段乗ることないよな。どこに行かれるんですか。どこなのか、どこの電車わかんない。ここは清水パーキングエリア。さっきの静岡サービスエリアから一つ進みました。今回乗せてもらった人の車がベンツ E クラス。ベンツの E クラス、なんかもうほんまにイモった。ここからきついな。元栖湖方面に多分行く人がすごい少なくなってくると思うのよね。このまま多分まっすぐ行くとほとんど東京行く人ばっかりやから、まあさっきみたいに伊豆行く人もおると思うけど、ここで降りて山梨県の方に行くっていう人が多分絶対おらんやと思うんだよな。なんと富士急ハイランドに行くっていう人がいて、できたらこっちから行ってくれませんかって言ったら快くいいですよっていう人がいたから、それで行っちゃおうっていうことで。Okay、なんで俺やねん。行くよ。ありがとうございます。あ、準備 OK です。じゃあ行きましょう。今富士急に行く子たちに乗せてもらって最後ぐらい歩こうかっていうことで、元栖湖までは2時間ぐらい。2時間やな。今が9時半。じゃないから、まあ12時までには着くやろ。元栖湖まで歩いていこうと思ったら遠かったんで、ヒッチハイクで元栖湖行きたいと思います。
か。せっかくこれあんねんからこっちでやった方がいいよ。乗りたかった。なんと本栖湖の方まで乗っけてくれるベンツ見つけました。そう、このヒッチハイク2度目のベンツ。ベンツ狙ってたけどな。狙ってた。あの人ベンツから降りてきたよ、声かけてきてって言った。5人乗りやだ、車に行けるよっていう。で、見てやる山、ちょっと霧が晴れてきてるやん。うん、この時間行ったらマジで撮れるかもね。うん、こっから奇跡起きて向こう行ったら絶景ですよ。逆さ富士ばっかー。ダイヤモンド富士って言うらしいね今。逆さ富士のこと。うん、そうだってよ。逆さ富士さーん、さーん、どこだ、さーん、明日か。え、これすげー。え、これちょっと待って、これすごい。来ました、来ました、来ました。いくよ、3、2、1。いや、マジでビールを飲みたい。